はいどうも、はい、はい、はいどうも、はいどうも、楽しいご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。また見っけちゃいました、新しいやつ。カレー飯のバターチキン、まろやかなやつです。いただきますの前に、こっちで行きましょう。いただきます。喉カラカラです。氷結ストロング、甘さ控えめ、サワーレモン、飲んだことないはずです。アルコール 7%、 あれストロングで 7% って言ったら、そんなストロングじゃない方に入ってるんじゃないの、これは。ちょいやつですけどね。はい、そういうやつですけど、はい、乾杯乾杯乾杯。あ、ちょっと明るすぎるんじゃないの。こんぐらいじゃないの。糖類ゼロ、プリン体ゼロ、ありがとうございます。美味しいです。あ、美味しいです。あ、美味しい。よし、ご飯だったでしょう。混ぜていきます。カップ飯シリーズ、豊富、種類も豊富で選べる。飛んできた。うん、これ出てるの全部食べた。ちゃんとしたカレーになります。知ってます。お召し上がりの直前にぐるぐるとかけそうです。もちろんです。慣れております。はい、皆さん、こうですよ。混ぜる前はこうですよ。これが混ぜるとちゃんとしたカレーになります。このあれ、お湯いつも少なめにしてるけど、今日ちょっとこれ線と同じくらいになっちゃったかな。今までで一番サラサラだぞ。あれ、お湯入れすぎたのかな、キシマくん。大丈夫か。大丈夫でしょう。まろやかタイプだから、これね、結構ね、時間かかるんです。結構時間かかるんです。それも楽しみですよ。はい、これ、はい、香り。いい香り。いい香りですから。この香りを楽しみながらね、飲んだりして。爽やかで、いいよ。あ、氷結になっちゃった。これよく飲むやつ、氷結ストロング、よく飲むやつです。氷結になっちゃった。はい、乾杯乾杯乾杯。あ、よし、いつも通りになってきた。あ、酔っ払ってきた。早い、最近は早い。木島です。まだ早いと言え。まだ早いぞ。あんたたちじゃない。まだ早い。あ、面白い。これね、テレビとか YouTube とかそういった映像系、まあその音声だけのラジオもそうで、もちろんそうですけど、香りだね。香りは伝わらないんだね。香りは呼び起こすことしかできない。自分の経験、嗅いだことがある、蓄積されたデータの中から引っ張り出して、これかなっていうふうに感じ取る感じです。もしくはこれかなを足して、あ、こんな感じ、こんなことかな、こんなことかなって寄せ集めて感じ取る感じにするしかないんですよ。香りは伝わらないから難しいね。残念ながらお湯を注ぐだけ。王道だね。うん、そうだね。トマト
の酸味とバターのコクがナマステいいこと言うね、本当に。よく混ぜると無駄にうまいぜ。よく出るぜそれ、よく出るぜその言葉。いろんなカップ飯シリーズで出てくる言葉だぜこれね。木島があのやたら混ぜてる時間長いっていうふうに思うかもしれないですけど、これ実際やってみていただきたい。実際こんぐらいなんですよ。何回もこの途中経過お見せしたことあると思うんですけど、それで分かっていただけると思う。実際そうなんだ本当に。そろそろかなっていうのでこんぐらいですよ。今何分ぐらい混ぜました？2分ぐらい混ぜました。それでこんぐらいですよ。さっきまでと全然違うでしょ。ほらこの感じ、この感じでこれぐらいですから。これでも絶対もうちょっとかな。もう僕はもう何回も経験してる、よく分かってます、よく分かってますよ。何個も食べてるんだから。これはハーブじゃん。バターチキンカレー好きなんだな僕は、うん、カレーが好きなんだな。ちびっこの頃からカレー好きなんだな。自分で調整が効かなくなっちゃうぐらい好きなんだカレーっていうのは。だったんだ。今はもう調整さすがにできますけど、あのこれ以上食べたらやばいっていうのでストップかけられますけど、子供の頃はね、分からんくてつか分かっちゃいるんだけど、それでも歯止めが効かなかった。自分でもこれバカだねって、バカだなって何でしたっけ、バカだなって何でしたっけ、バカだな俺何でしたっけ、これ誰かのギャグコントのキャラクターギャグなんだっけな、うん、なんだっけな、これバカだな、何でしたっけ。なんかすごい懐かしい感じがするんだけど、あトマトの酸味も感じてきた。ほらね、これそうですよ。だから最初はね分かんないの、最初は、はあ、感じてきた。もういいでしょ、もういいでしょ。あれバカだな、誰だっけ。こうなりますね。ねえ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 、さっきとまた違うでしょ。そうなんです。ああ改めましていただきます。バターカレー、バターチキンカレー、美味しいね。うん、いやこのカップ飯シリーズ優秀だな、どれ食べても優秀だな。うんと美味しい。ちゃんとチキンもいるもん。これチキン風じゃないでしょうよ、チキンでしょ。ライス、米は国産、はい、どだなし。ほらチキン入った。チキン調味料か。バター味付け、鶏肉入って、鶏肉入ってます。やっぱり本物でした、本物でした、本物でした。これどうとかなし。いやいいね。うん、トマトパウダーね、クリーミングパウダーじゃなんだろうね。香辛料乳糖、うん、まあいろいろ書いてますけど、クリーミングパウダーじゃなんだろうね、うん、クリーミングする、クリーミーにするパウダーなんでしょうね。うん、いやその値段というか、この価格、そりゃ年収1000万の人、100万円の人、年収ですよ、250万円の人、いろんな方がいますから、いろんな見解があるでしょうけども、まあ年収もそうだけど、家賃の平均が 1K1DK3LDK、 まあ何でもいいですけど、家賃の平均坪単価によ、どこに住まわれてるかによってもまた変わってくるんでしょうけど、僕はこれは非常に見合ってると思います。見合っていると思います。僕はそんなお前がどの子の言うあれじゃねえだろこの野郎、確かにそうです、確かにそうです。何様だと
そんなでっかい日清さんですよね、日清。おめえなんかがクソ記事もなんか評価してんじゃねえこの野郎って言うかもしん、言われるかもしんない、何様のつもりだとかもしんないです。まあよくあることです。ですが僕は好きです。満足しております。それはもちろんこの味、うん、この香り、この具の量、ちゃんとその酸味も感じる、この香りまで込み込み、そのまんまで、これが30円で買えたらそれは大喜びですよ。大喜びします、そりゃ。ですが、ですがです、いろんな材料を作っておられる方々、そして作っ、これを作っている日清社員の方々、工場の方々、どうぞ話し、ありがとうございます。機械化が進んで、全自動で AI でじゃんじゃかじゃんじゃかいろんなことができるようになった、検品やら何やらの技術が今でもそうだけど、もっともっと進化した、もっともっとすごくなった。だから2万人社員採用する方々が必要じゃなくなった。早期退職を求めて、まあ、希望者を募って、30円で作れるようになりましたって言ったら、もうどうなんでしょうか。いいことだったり悪いことだったり、もうちょっと判断つかない、そうなってくると判断つかないです。僕には消費者側からしてみればいいでしょう。会社としても、まあ、これの話から外れるけど、これじゃなくて どんな会社でも、そりゃね、機械の方が扱いやすいでしょうから、いろんな経費的なことも考えてね、社会保険やら、それこそ部屋だなんじゃっていう話もなくなってくるわけですし、セクハラだなんだパワハラだなんだ、そういったこともなくなってくるから、そっちの方が楽なんでしょうけど、まあその減れば減るほどですよ、人間が。ただ働き場が欲しい、働く場所が欲しい、そういった人にとっては、まあいるじゃないですか、ほんと人によって得手増えてが違うから。時間大丈夫か、うわ13分もうあと2分2、3分しかもうこれ動画撮れないから、やばい。人によってはさ、この得手増えてって、だからそういうことですよ。あれが得意これが得意っていう話で、工場のさ、あの真っ白い、真っ青でも分かんないけどね、そういうユニフォームを着るのが大好きって人もいるわけですよ、中には。あの帽子をピシッとかぶると、マスクもピシッとかぶると、隙もなるべく少なくする、あの感覚、このフィット感、中にはそのゴムスーツみたいなのを着るのフィット感、フィット感が大好きな方もいらっしゃるわけじゃないですか。そういうコスチューム的な好きでたまんなくて、その会社工場で働いておられる方もいらっしゃるわけで、その仕事云々感もあるけどね、そこがそれが好きでっていう方もいらっしゃるわけで、ゴム手袋ピチッてやられる、
そのちょっとふわっとしててピシッとしてるんだけど、こっちのピチッと感が好きなんですっていう、まあ、人によって本当にいろいろだから、そういう方もいらっしゃるわけで、それで仕事が、職場が、大好きな職場が奪われていくっていうのは悲しいことだっていう方もいらっしゃるでしょうよ。それそうそう、で細かい作業が好きでね、ネジをキュッキュッキュッピッコロピュッと止まる、このピッてこの鳴る瞬間が好きだっていう方もいらっしゃるでしょう。まあそれも機械でやったりとか、どんどんしてその好きだった人の作業場もどんどんなくなってるかもしれないけどね。まあいろんな、これが得意でこれが好きでって、まあどんどん、それも産業革命時代からですか、あっち置いたらこれでしたって言えなくなる。何の話なんですか、さっぱりわかりません。蒸気で何かやりだした時の頃からの話ですか、これは。石炭蒸気のその時代のあれからですか。酔っ払いました。カレー飯のバターチキン、まろやかなやつ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。